皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、ニセコ花園ヒルクライムへの道と題して、ちょっとお伝えをしてみたいというか、まあ、備忘録ですね、として、ちょっと投稿させてもらいたいと思います。昨年に引き続きですね、このダブプラスで取材をすることにしております。で、今何をしているかというとですね、実はこの車両に乗るということそのものは実は今季はあんまりしておりませんで、なんていうんですかね、封印している感じです。で、何してんのっていうとですね、こういうやつとか、ターンのね、ショートホールとか、なんていうんですかね、わざわざ重いやつで、行ってみておるわけです。で、実際その、まあ、なんていうんですかね、要は鉄桁理論ですね。昔のスポコンものでよくありましたけど、わざわざ負荷の多いような状態にして、やると。で、それで、なんていうんですかね、効果があるのかどうかっていうのは、ちょっとよくわかりません。よくわからないんですけども、ただずっとこれでやるよりはね、まあ、マンネリ化を阻止というか、なんか違った発見があるかもなというようなことで、やっております。で、いよいよですね、今季初めて、これで、その手稲山のヒルクライムにちょっと挑んでみましょうというふうになっております。でね、そこで、やってみて、で、私が何を感じるかというようなことを、まあ、大事にしたいなと思っておりますので、まあ、実は楽しみだったりするわけです。で、果たして目、本当どうなりますやら、ちょっと分かりませんが、頑張っていきたいなと思います。で、納得できるようなね、結果が得られようが得られまいが、それはまあ本番にどうなるかというふうになってくると思います。おそらく、何か違ったことを感じると思いますので、その感じたことをね、大事に、自分のね、その足の踏み方、回し方、着座位置、いろんなことを、研究していきたいなというふうに思うわけでございました。さてさて、どうなりますやら本番。ね。一応私のね、集めた情報では、ダブプラスが多分3台ぐらい来る予定になっておりまして、ブロンプトンが1、2台。タルタルガが2台ぐらいね、うちのお客さんの方でね、出ますというような話を聞いておりますので、いやー、どんなことになりますか、あと1ヶ月後ぐらいですね、楽しみになってまいりました。